日本の福井県福井市に在住しております、風折光希と申します。今回作成した、ウェブアプリケーションが PFC バランスというタイトルで、作ったのですが、これは食べたものの、PFC というのがプロテイン、ファット、カーボハイドレート、タンパク質、脂質、炭水化物のバランスのことを指すんですが、その筋トレとかしてる人に対して、そこの栄養管理をするっていうのは結構面倒くさい人とかもいると思って、今回は、特に機械学習を実装した、食べたものの写真を撮るだけで、PFC 管理ができる、アプリケーションを開発しました。簡単な、ウェブアプリケーションの概要が、ここに、レジスターとログイン機能実装されてまして、ここに、写真をアップロードするというボタンがあるのですが、ここを押すと、ログインされてない場合はログインページに行くんですが、ここで、ログインいたします。で、ファイルを選択で、例えばこのテスト寿司 .jpg の画像を与えると99%の確率で寿司ですと。これは機械学習によって寿司と判断されている形になります。他にも、例えば、そばであったりすると、100%確率でそばです。で、ここに栄養成分も出てきますという形になります。で、ここでログアウトですね。で、今後、まだ栄養成分しか出てこないという状況なので、その栄養成分をもとに、グラフ化したりですとか、その体重っていう、要素も付け加えて、しっかりとした、バランスを取れた上で、体重増加しているのか、減量できているのかということも、視覚化して分かりやすいっていう機能も実装していきたいなというふうに考えております。ありがとうございます。